1953年、影山正春6月12日から1979年5月25日は、日本の右翼活動家、思想家、歌人、愛知県豊橋市生まれ、国家主義者の影山昌平を父に持つ、国学院大学卒業、安田与十郎に審査し、日本ロマン派の影響の元民族派としての右翼、活動、論評、作家を続けた。 稼働や危機に関して、著書多数。1933年、斉藤実首相らの暗殺を計画し、新兵隊事件に参加し下獄する。その当時の獄中銀を編纂し、歌集、悲願銀、奥戸足百との協調、出版、同歌集が安田与十郎に評価されその結果日本ロマン派に接近する。1937年9月、日本主義文化同盟を結成。 帰還し、怒頭の総勧号には、倉田百三、林ふを、中川余一らが寄稿している、1939年4月、国学院大学生を中心とする、維新寮を、大東塾と解消、塾長に就任する。顧問として、倉田百三を迎えた、1940年、与内光政首相らの暗殺を計画し、公民有志決起事件を主謀。 金庫5年の実刑判決を受ける。しかし、再生不能性貧血症のため一時帰得状態に陥り、翌1941年、刑の執行が免除された。1944年11月に王将して、中国大陸に出征し、河北で終戦を迎えた。影山の父、昌平は1945年8月25日に、代々木連兵場にて、 大東塾生13名と共に活腹自殺を遂げた。終戦後、大東塾の解散を命ぜられた。その後、富士稼働会を設立し主催。同時に富士出版を設立した。1954年、大東塾を再建し、東京都大梅市に大東農場を開いた。戦後右翼の重鎮として論評や作家活動を続けた。日米安保体制には反対する姿勢を示し、 多くの右翼団体が反響を名目に安保改定を支持していたが、影山は安保闘争に盛り替えを示していた。警官隊との衝突で女学生の菅馬美智子が死亡すると菅馬美智子さんの死に対しては心から哀悼の言葉を述べたい。彼女こそ日本のために亡くなった愛国者だと追悼の言葉を述べ、カバのような人物が右翼側から出なかったことを批判している。 1979年5月25日、最後の活動として、言語法制化を訴え、大東農場にて滑腹の後、影山は散弾銃により自決した、68歳没。影山は、その際に、一死にて、言語法制化の実現を、熱闘資祀ると書かれた遺書を残していた。影山の死後、元号法は可決された。ありがとうございます。